その名もグランドクロス号でございます。はい、なんでそういう名前なのかと言いますと、ほらグランドクロス、レザービーム、行け行け、お前はもう死んでいる。よし、これでなんかね集めてくれる。おお、すごいねすごいね、引っ込め、ビーム、おれおれい、おい、よし、よし、行くぜ、撃て、撃て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 、私のグランドクロス後に敵なしなのだよ。オッケー。はい、どうも皆さん、バンワニチャイスケです。ということで本日も最強の機体を目指して遊ぶゲーム、テラテック実況プレイしていきたいと思います。ということで、はい、新しい機体ね作りました。黄色の素材をねちょこちょこ集めまして、はい、できました。はい、その名もグランドクロス号でございます。はい、なんでそういう名前なのかと言いますと、ほらグランドクロスってことでね、はい、まあ、十字に攻撃できるようになっております。まあロックオンすれば斜めとかにも撃てるんで、はい、まあ、全方位、簡単に言えば全方位を攻撃できる機体になっております。非常に安定感のある機体じゃないでしょうか。はい、ってことで本日はねこの機体でまあいろいろな敵を倒しつつ、まあいろんな武器を回収していきたいと思います。ってことで早速いきましょう。お、なんか来た。今さらそういう機体で勝てると思っているのか、この私。レーザービーム、レーザービーム、敵じゃないわ、いけー、レーザービーム、いけ、あいつ、お前はもう死んでいる。よし、クリア。なんか来るのかな。おお、来た。ポン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 。何これ。操縦ブロックコスモワイド。ああ。そう、何これ。ストレージデバイス。収納共有型ストレージ。これは次元。その次元のブレード。されてる状態で飲むし使える。うん、これなんか大事そうだね。これなんかねあれっぽいですね、倉庫代わりに使えるみたいなんで、固定してる時に使える。あ、これでなんかね詰めてくれる。おお、すごいねすごいね、吸収されていった。え、で、ああ、すごい、イベント折り、イベント折りの中に入っていったって感じ。待たせたな、この戦いを終わらせに来た。イエーイ、オッケー。待機モードに入る。 R を押して名称を変更。名前変えられるらしい。ターレット城、ターレット高橋よし、ターレット高橋しよう。さあ、ということで準備できたんでいきましょう。黄色いやつらがね2体ぐらいいるんだよね。よし、まずあの上のやつから行こうか。あれの敵同士なのかな、あれは。よし、行くぜ、撃て、
うた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 。私のグランドクロス後に敵なしなのだよ。オッケー。いやー結構回収できたぞこれは。さあということでどうだったでしょうか。今回のテラテック、はい、私自慢のグランドクロス号、はい、作りましたが、また次回はね、今このブラックホールでかなりのアイテムを回収できましたんで、ちょっとね凝った機体を作ることができるかなと思われますんで、そちらの方をねがっつりと作っていきたいと思いますんで、もしよろしければチャンネル登録、高評価、コメントをいただけると嬉しいのでよろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。また次回のテラテックをお楽しみに。お疲れ様です。